イーシェーリングは、アメリカ合衆国のピアニスト、指揮者、作曲家。ニュージャージー州、ベルバディアー出身。スイス出身の父親の手ほどきを受けて、音楽的振動として、なお馳せ、わずか4歳にして、フィラデルフィア音楽アカデミーに入学。7歳で、ヨーロッパに留学し、パリ音楽院に進学する。ハンス・フーバー、モーリッツ・モシコフスキー、テオドール・レシェキツキー。 ヤンパデレフスキラに指示。シェリングは後にバーンスタインによって有名になったニューヨークフィルハーモニー還元楽団の青少年のためのコンサートを開始した指揮者である。初回は1924年3月27日に催された。この演奏会はオーケストラの演奏にオーケストラについていくつかの側面からの講演を交えるというもので青少年に 様々な刺激を与えることができるように考慮されていた。この演奏会は、親ばかりか子供たちからも受けが良く、シェリングはニューヨークだけでなく、フィラデルフィアやロンドン、ロッテルダム、ロサンジェルスなどでも同様の演奏会を主催した。戦災ルーシー・ハウドレーパーとは1905年に結婚したが、1938年に先立たれている。1939年8月に、 42歳年下のヘレン・ハンティントン・ペギー・マーシャルと再婚したが、同年12月にニューヨークで他界している。ありがとうございます。